んたの危険な一面を見た。ここにいる目的。敵が私でないことを祈るよ。薄切りにしたいのか？なら自分で切ってくれ。ざっと見る時間はある。冷凍庫からこの一山を出したばかりさ。ここにいるのか。ニック？なんてこと。本当にニックなのね。うん。
この顔を他の誰かの顔と間違えるのは難しくないか。うん、死神に向かって笑っていればいつか死神が笑い返してくれるよ。助けてくれる友達がいる間はダメだな。ニックを、この事務所、それに仕事も守ってくれたのね。ありがとう。どういたしまして。それで怖い戦前の廃墟に潜ってたわけ。はい、探しに出て行った時にお金は棚上げになってなかったと思うけど、報酬に見合うことをしてくれたから。あと少しおまけね。ねえ、仕事を探しているなら、それで探偵の帽子をかぶるのが嫌じゃなければ、ニックは絶対新しいパートナーを活用すると思うわ。まあまあ、一つずつ行こう、エリー。まず新しい友人が助けを求めている。よし、仕事を始めよう。座って楽にしてくれ。行方不明の人間を探したいとき、厄介な箇所は些細なところにある。分かることは全て話してくれ。どんなに痛みを伴うにしても。息子のショーンを探している。まだ1歳になっていない。なぜ連れ去られたんだ。いい疑問だ。なぜわざわざお前の家族を選び、なぜ赤ん坊をさらったか。誰かが赤ん坊の世話をするだろうが、赤ん坊の世話は手間がかかる。他に話せることは。事件の時はボルトにいた。ボルト111だ。一種の冷凍睡眠施設だった。冷凍されていたんだろう。その上地下にいた。封印されて一人の人間を連れ出すには結構な障害だよ。他に覚えていることは。妻は殺された。ショーンが連れ去られるのを止めようとしたら、奴らが。大丈夫、それ以上は言わなくていいわ。ということは冷酷な殺人鬼たちが相手だ。だが奴らは何かがうまくいかなくなって暴力に頼る羽目になった。これで確認できた。こいつは思いつきの誘拐ではない。息子さんを連れ去った奴には計画があった。うん。連邦には人を連れ去る集団がいくつもある。レイダー、スーパーミュータント、ガンナー、そしてもちろんインスティチュート。ガンナーというのは。一級の傭兵だ。残虐なことはやらない。疑わしい容疑者ではあるが、陰で糸を引くような真似はしないんだ。スーパーミュータント、何者だ。でかくて緑色で筋骨隆々。つまりまず見過ごすことはない。あいつらは除外してもいい。レイダーがやったと思うか。正直違うと思う。奴らはろくに組織も作れない。ましてや今回の複雑な状況を切り抜けるなんてとても無理だ。インスティチュートの仕業だと。まあ奴らは連邦の都市伝説ってやつだな。何かがうまくいかないと誰もが奴らのせいにする。理由は簡単だ。初期型人造人間は部品を求めて街中を荒らし、邪魔になるものは全て殺した。それから新型ができた。人間みたいな出来の良さで街に浸透し、影から操るようになった。最悪なのはそうする理由も奴らの計画もどこにいるのかも誰も知らないことだ。そして俺自身人造人間なんだ。捨てられたプロトタイプだ。プロトタイプなのか。知る限りではね。自分のような人造人間には会ったことがない。古い方はとてつもないバカで全身金属製だ。それからほとんど人間と変わらない新型がいる。俺はその中間のどこかだな。奴らのことを何も知らないのか。本当に何らかの安全装置のせいで記憶が飛んだり遮断されたりする。それは俺だけじゃないんだ。捨てられたり置き去りにされたり、インスティチュートから逃げ出したりした人造人間は同じ問題を抱えている。何らかの安全装置だな。いずれにしてもショーンを見つけなければ。その通りだ。憶測だけでは本筋からそれる。目撃したものに集中しよう。誘拐犯の外見はどんな格好だった。一人は真正面に来た。ハゲ頭で左目に傷があった。待て、ありえない。ケロッグという名に聞き覚えはないか。
そいつは誰だ。そいつがショーンと一緒だと。偶然にしては出来すぎだ。エリー、ケロックの事件のメモは残っているか。特徴は一致します。ハゲ頭、傷、危険な傭兵仕事をするという評判。でも彼の雇い主は誰も知らないんです。そして奴は町に家を買ったんだな。で、子供と一緒にいると。ええ、その通り。家は荒れ果てたウエストスタンズにあります。彼と一緒にいる少年は10歳くらいです。別の誘拐された子かもしれない。ああ、あるいは自分の息子がいるのかのどちらかかもしれない。いずれにしろ心が休まりはしないが、二人ともかなり前に消えてしまった。それ以来消息不明だ。ケロックの最後の住所まで歩いて行ってみようじゃないか。奴の行き先の手がかりが見つかるかもしれない。あの辺りに警備が行くことは滅多にないけど、それでも二人とも気をつけて。いつだって気をつけてるさ。ただの傭兵じゃない。よくやった。プロだ。ほとんどの人造人間が手際よく、しょうがないが、完璧。敵はいない。なぜならみんな死んでいるからな。あんたを除いては。だが十中八九、奴が探している相手は、特徴ある外見を教えてくれたからだけじゃない。手口もみんな奴の。少人数の集団を率いて赤ん坊を誘拐し、後々のために両親の片方を生かして。連邦にいる傭兵でそんなことを成功させられる奴が多い。おい、どうだ。周囲を見張っててくれ。こいつを開けられるね。実はでかい銃だ。何か隠しているのか。試してみる。やった。よく見て回ろう。ケロックは何かを残していったはずだ。狭く思えるって？ケロックのようなやつなら何かでかいことを考えてそうだ。ばかりだ。グイネットシタウトビール44口径の弾丸、それに葉巻、サンフランシスコサンライツ。興味深いブランドだ。だがこのままでは何の手がかりにもならない。ドッグミートなら匂いを嗅ぎ当てられるかもしれない。ああ、そいつは悪い考えじゃない。連邦には人間を何キロも追跡できる犬がいる。彼を捕まえて匂いを嗅がせてみよう。後を見つけるかもしれない。
出発前に一言、これが個人的な案件なのは分かってる。ケロッグと一人で対決しなければならないというならそう言ってくれ。それからそれはもう十分いるだろう。たった一人の男を追うのに大勢で連邦中を嗅ぎ回るのはダメだ。この件に関しては一緒にやってほしい、ニック。分かった。そいつを捕まえよう。ここからあとは指示に従おう。ジャンプしろと言われたら高さはどれぐらいか聞き返すぐらいだ。ドッグミート、匂いを嗅ぎ分けろ。いい子だ。あの子のところへ連れて行ってくれ。ショーンのところに。何かできることはある？言ってくれればいいから。
分かったらバラモンを見るな。おい、クリケット。ざっと見る時間はある。やった。成功したと言えるのよ。自分はどうなったの？大成功さ。太陽が沈む。一日激務だ。レイダー連中は俺たちを楽な標的と考えてたんだろうね。それが間違いだって教えてやったよ。爪が綺麗になったわ。
サンフランシスコサンライズ、ケロックのお気に入りだ。いいぞ。よし、奴を追いかけよう。匂いが消えたのか。どうした？何を探しているんだ？血染めの包帯。ドッグミートはこれを追いかけられる。どう思う？続けられそうか？
人が何かを見つけた。手順は分かった。おとりか？賢いな。
バレないものは投げてくれ。朝シーとんでもないパーティーをすぐ下ろせ。警告、重大な。警告、重大な。基地の傭兵を追跡。厳重注意せよ。警告、重大な。警告、重大な。ここには何がある？エラー。システム崩壊、脚部の反応がありません。ケロックに違いない。情報確認、アソシエイト・ケロック、有名な殺し。まだ追跡中だ。あまり遠くへ行ってないことを祈ろう。
こいつが目的の男だったのか。ここか？ここにいるのか？
るいは何かはわからないが、そこにいるのはわかっている。
さあ行こう。侵入者は
してくれ。やった。素晴らしい。出てきてください。逃げた。素晴らしい。
する。最後に会った時は豆とアップルコブラの近くでの。いいね。
こうと思ってかけるわけじゃないな。ついてるんだろう。それは分かる。本当だ。やりたいことは何でやろうと思うようにはいかないだろうさ。やった。
機能。センサーの過剰反応、それだけのようだ。忘れるな、ケロクはプロだ。さあ行こう。もし手に入れられたら。
ニック。何か悩みでも。
晴らしい。探していた相手はここだ。部下の人造人間たちは非番でな。話をしようじゃないか。知った。連邦一へこまれ。しな。そいつは俺の称号だと思ってた。話を。息子はどこだ？ショーンはどこなんだ？こっちもあんたと同じような操り人形なのさ。こっちの舞台が少し大きかった。それだけだ。ショーンはいい子だ。思っていたより少し年上だったろう。どうだ？だがよくやっている。ただここにはいない。影で糸を引いていた奴らと一緒だ。この傭兵野郎、息子はどこだ？使い古された言い回しがあるよな。すごく近いのにすごく遠いか。それがショーンだ。だが心配するな。あの子が無事で幸福だと知って死ぬんだから。思っていたより少し年は上だが元気だ。少なくとも愛のある家にいる。インスティチュートに。インスティチュート。そこがどこだろうとあの子を見つけてやる。誰にも止められるもんか。まったくしつこいな。大したもんだよ。それでこそ父親だ。父親の立場だったら同じように考えるだろうよ。たとえ全くの無駄でもな。だがもう話は十分だろう。最後はどうやって終わるか分かっているだろう。だから準備はいいか。苦しませてやる。
死ね。誰かを傷つけることもなくなった。辺りをよく見ろ。ここに隠れている機密情報を全て手に入れる。この技術はほぼ人間じゃなかった。いいね。ケロックの話は戯言じゃない。ショーンは本当に中にいるんだ。インスティチュートがどこにあるかは知らないが、奴らは俺を作ったんだから。方法があるはずだ、ニック。今はまずい状態にある。一歩後退する時だ。新しい人間を引き入れよう。知り合いで唯一インスティチュートの尻尾をつかみたがっているのはダイヤモンドシティのレポーターパイパーだ。彼女と話してみよう。なぜパイパーが助けになる？信じてくれ。あの女は口にするよりずっと多くのことを知っている。そして多くの情報を漏らす。彼女と知り合えば頼んだ仕事はやってくれる。それにこの事件は誰かと検討する必要がある。よし、行こう。おい、前を向け。夜の闇は濃くなったが永遠には続かない。
開始。こちらはパラディンダンス、周波数9号で呼びかけている。すべての BOS 部隊は配置転換のために直ちにケンブリッジ警察署に帰還せよ。繰り返す。こちらはパラディンダンス、周波数9号で呼びかけている。すべての BOS 部隊は配置転換のために直ちにケンブリッジ警察署に帰還せよ。繰り返す。こちらはパラディンダンス、周波数9号で呼びかけている。すべての BOS 部隊は